大橋正信のメインチャンネル。ひどい話っすよ、ほんと。ただまあ、そのね、のエクスを見ると、はい、そのなんか問題提起をしてるみたいな風に言ってたんで、何の問題提起ですか？だって掲示板なんていうのは時代遅れだと、はい、うん、コストかかるだけだと、はい、うん、だからこんなのをやるからこんなことなんだでみたいなのを言ってるようには見えたんですけど、分かんないですよ、私は勝手に思ってるだけなんで。もうそれって、うん、あ、一見正論のように聞こえますけど、はい、いやちょっと待てよと、はい、そもそもがまあ法律もそうですけど、性善説で本当成り立ってるじゃないですか、はいはい、そうですね、うん、法律で規制しないってことは、はい、こんなことするわけがないと、そうですね、常識人であればそうですね、じゃないですか、はい、でそういうね、迷惑かけてでもやるっていうんであれば、法律に縛られてないんだからいいだろうっていうんであれば、それこそもう息苦しい世の中になっちゃうわけじゃないですか。どん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 明文化されちゃいますか、ね、はい、あれもダメ、これもダメ、このようなことやっちゃダメ、はい、大人にすることじゃないですよ、本当に。僕が言うのもあれですけど、いや、まあ、なんとか言えないこれだそんなことないですよ、言ってくださいよ、そんなことないって言ってくださいよ。あのね、世の中ね、大橋派と反大橋派がいるんですよ。もちろんですよ、で私も両方に近いがあるんで反大橋派で、多分ね、あいつだって言ってるはずですよ。反大橋派かかってこいね、これはバカタレが。私は基本的に喧嘩しませんはい、すいません、ありがとうございます。立花さんには喧嘩売っちゃいましたけど、そうですね、小沢さん基本平和主義ですからね。そうですね、だから私未だに思うのが、あそこで嫌いなんて立花さんぐらいじゃないかな。あ、違う違う、あの、最初誰来たと、その、あ、それその絡んできたから嫌いってことですか？いや、もともと嫌いだったんですよあ、そうなんですか、うん、だって、はい、いや、ね、わかんないだろうな、あの、気持ち悪いんですよ、会うと。おぉ嫌いだ、本当に。あの、僕は正直、まあまあこれもう言ってる話なんでいいんですけど、に関しては、もう子供としか見てなかったんで。あ、行きましたよ、見ました、見ました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一生懸命、はい、もちろんその政治家になっていい人間とは思ってなかったし、はい、だからもうこうやって関わることによってこう人として成長してくれたらいいな、ちょっと始めてみて、はい、成長してくれたらいいなってぐらいにしか思ってなかったんですけど、はい、まあね、今回ああいうことがあったんで、ね、まあ、しゃあないよねって感じですよあ、ありがとうございます。お願いします。すみません。ありがとうございます。なんて言ったらいいんだろう。まあ、これもやっぱり言葉にならないんですけど、はい、うん、会った時に、はい、ああ、この人なんか違うなと思ったんですよ。それも最初の頃からですか？ね、やっぱりあの、なんだ、会話室で会うわけですよ。はい。ね、まあ、そうだな。なんて言ったらいいんだろうな。もう、お金の話も先に聞いてたのも多分影響してると思いますけど、お金の話、うん、ほらお前だけ30万もらってずれみたいな話も聞いてたんで、まあそれも多分影響してるのかもしれないな。でまあ根本的な話ですけど、はい、内部告発者を守るようでしたっけ、はい、うん、てめえのことじゃないかと。それもね、失礼極まりないというかいやだってあれだって立花のあんじゃないですか。うん、立花の案に乗っかっちゃってるだけなんで、そうですね、彼らを、うん、まあ僕らですよ、はい、そこはちょっと責められないかな。そうなんですね。結局内部告発者を守るって何をするの、結局話聞くだけじゃないですか。まあ、まあ、まあそうですね、うん、てかほら本人が言ったら違うんちゃうっていう、あ、うん、誰かがそれを言うんだったらいいですけど、はい、本人が言ったら違うんちゃうっていうのは、なるほど、だけじゃまだですね、うん、多分でもそんなぐらいじゃないかな、私の嫌いですよ。あとみんな基本的には大好きですよ。そのごめんなさい、ちょっと話戻りますけど、はい、30万もらってた、はい、で30万もらえてなかった、はい、でやってることは同じなんですか、その仕事ぶり、仕事ぶりは何したんですか。いや、知らないですよ。あの、見たことがあるのは政治活動中に選挙カーってか、まあ、あの外選カー回してぐらいです、僕は知ってる。あのポスターの時一生懸命ポスター整理しました。私も行きましたけど、あの発想とか。あ、でもそれで30万ですか、ガーシーの時に。それで30万ですか、うん、まあ、美味しいお仕事ですね、まあ、ほら、言っても
俺ね、まあまあ裏切って裏切ってを繰り返してきたなんであれですけど、うん、当時ね、あのなんだっけ、主義人側をね、そう、はい、裏切ってきたんじゃないですか、はいはい、まあ、そういうのもあるじゃないですか、もともと例えば約束があったとか、あーと思いますよ、うん、はい、で立花さんそこら辺を守るからまあそれはいいんですけどね、はい、じゃあその守んないんですけど、じゃあその後の、はい、まあ、人間形成っていうか教育ですね、教育指導するかってさ、もうほったらかしじゃないですか。まあそりゃそうですよね、金だけ渡して、うん、だって基本的にはあの人って別に指導するわけじゃないし、そういう人間じゃないですか、引っ張らないし、はい、うん、持ってきたら多分組織の一端には踏み出てくれないので、はい、まあしょうがない、まあまあある種被害者って被害者ですかね、そんな気はしますけど、ただしょうがないですよあれは、まあしょうがないですね、うん、そういう人間だったんでしょうね、はい、だってやらないしたんです、はい、まあ、ほやほやの情報だと、はいはい、まあ、まあ逮捕されました、逮捕されてるじゃないですか、されましたね、はい、で、まあ、罪状まではまだはっきりしてないですけど、はい、まあ、至った経緯としてはなんかこう立花さんがキラキラしてるその姿に、が羨ましくて、僕もそのスポットライトを浴びてるような錯覚を得、ああお金の羽振りがひどくなり、はい、気がついたら借金まみれで、はいはい、今この状態ですみたいな、まあ、まあ、ざっくり言うとですよ、はいはいはい、まあまあ使うのは勝手ですけどね犯罪は別問題ですからねだからもう何を抜かしとんだこいつと思って、はいはい、自己破産すればよかったですよ、できたらですけどね、だ結局だからそこさんからお金もらうのも、はい、その借金を何とかしなきゃいけないと、どんなに働いても働いても、まあ、借金が減らないとで大津さんにすり寄ってっていう経緯だったらしいですよ、という言い訳をなんかあの書面に出しました。でお借りするために今度立花さん側に行ったんですかね。そでしょうね、恐ろしい話ですよね。まあいや一発目だってあるじゃないですか、だって、はい、一応ねこう秘密かなんかのこう契約結んで、はい、でまあそれの対価としてもらったわけだから、はい、まあいいと思いますけど、さらにお借り取りに行きますもんね。結局まあまあ確かにね、その借金の国に、はい、こう冷静な判断ができなくなっちゃったっていう言い訳も立つとは思うんですけど、でもやっぱり僕は人間性だと思います、そこは。まあそりゃそうですよね、はい、残念ですけどね。残念ですね。そうこれも言ったら聞き抜けられますけど、はい、もうそこら辺の話を聞くと別府の映像がこう頭に流れてきて。別府、なんかありましたほら温泉かなんかでイベント行ったでしょ。ああ、あんなも多分ホリエモンがそう羽生が行ったんだと思うんですけど、はい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 、であの時にこれも一体絶対怒られますけど、あのなんか女の人ですよね、うん、そうなんか叩き見ながら絡んでる、ああこんなんですね、ちっちゃいなこいつらと思いながら、うん、まあこんな仲間にならなくてよかったなとは思いながら見てましたけど、もうほらほら一人それですよ、申し訳ないけど、だからその中の3人でこう絡んでた真ん中が捕まったわけですよ。ああそうですね、わかるでしょ、だってさすがに何もなんでもって思うんだけど、わかんないのかな人間。もう30過ぎてて、はい、奥さんもいて、ああいう振る舞いができるって、あの公の場っていうか、はい、まあまあでも公になっちゃいます、撮影しながらですよ、そうですね、はい、よくわかるんですよ僕は正直、まあ個人叩きになっちゃうんであれですけど、はい、ただまあ気持ち悪いかなっていうのは、うん、まあ小野田さんの方が、はいはい、皆さん最近よく分かってると思うんですけど、私 X で言うと一番最初に気持ち悪いなんですよいいと思います、はい、ですぐブロックされちゃうんで、今流行ってますから気持ち悪いって気持ち悪い、間違いなく気持ち悪いって個人の感覚なんで、はい、その人が気持ち悪いって言ったら私が気持ち悪く感じられるんで、はい、いいと思います、いいと思います、うん、まあでもそんな感じですね、うん、明るい話題ないですかね。あ、それは古谷さん当選しました、おめでとうございます。古谷さんおめでとうございます。なんか古谷さんのこと嫌いだそうで、はい、古谷さんのことは嫌いだそうで、あ、そう覚えてますよ。それねよくわかんないんですよ。何なんですか、はい、あの昔、はい、前回のから式の選挙の時に大橋さん電話を私にくださったの覚えてます。式の選挙で、あの前回4年前の、はい、あ、おばさん覚えてないです。あの当時ちょっと私横浜かなんかちょっと友達の家飲み行ってて、はい、そしたら突然大橋さんから電話かってきて、はい、大橋さんから電話なんかかってきたと来ないから、はい、なんでこんなもん来んだろうと思ったんですよ、はい、うん、
そしたら大橋さんが、はい、鬼沢さん、ツイッター見たんですけどって、はい、古谷さんをもう応援しないって言ったのはどういうことですかって全然覚えてないです、ごめんなさい。で、私はもうお前の応援はしないってツイッターでやったんですよ。あ、そうなんですか。はい、で、はい、まあそれを大橋さん見て、はい、なんで応援しないなんていうふうになったんですかって言って説明したら、ああなるほどって言って納得していただいて、あ、そうですか。それ終わったんですよ。あー、ごめんなさい、全然覚えてないですよ。覚えてないでしょ。すいません。ビビりましたもんね、突然普段なんから応援しないと思って応援とか一緒あるみたいな、のその、ごめんなさい、改めて伺います。今だって言えますけど、ね、あ、本当ですか。ちょっと改めて伺いますけど、うん、はい、応援できない理由は何だったんですか。当時、まあほら無選挙、はい、で、まあ当選したわけじゃないですか、はい、で、私は隣の市なんで、はい、一生懸命応援に入ったわけですよ、古谷、はい、さんのところに、はい、で、まあ、あの終わった後に飯食ったり、まあ、ちょっとした打ち上げとかいろいろあって、はい、まあ、いろんな話する機会あったんですけど、はい、古谷さんがね、ちょっといきさつがあやふやなんですけど、はい、もう僕は当選なんかできませんと。ああ、思い出した。で、やればやるほど無駄だと思いますって言い出して、はい、いや、お前、毎日毎日応援に来てくれる人がいて、はい、うん、で、まあ、ダメでも、はい、それは言ったらダメだろ。はいはいはい。いや、それ、人がいる前に言ったんですか？何人かいたと思います。はいはいはい。うん、バラバラしていたんだけど、で、まあ、何が気に食わないって、やればやるほど、なんか無駄になる、損する。っていうような言い方して、はい、カチンってきて、じゃあもうお前の応援はしないと、うん、なるほど。で、ツイッターだったら大橋さんが見てくれてなんでですか。いや、それ言われたら納得しちゃいますよ、まあ、結局はでも穏便に済ませて、ほら、なんか国事便、はい、国事便一緒にあそこにいたのを覚えてらっしゃいますか。あの、四季駅の裏のところに私も一緒にいたんですよ。で、みんなほら、はい、あの、なんだっけ、今もう取り壊された建物で、あの、なんだ、当時だから市役所作り直してて、でもう今た、ね、取り壊された建物ちょっと名前出てこないんですけど、そっちになったんですか。うん、で、そこで、あの、要は、あの、なんだ、選挙の立候補の届け出を受け取る場所があったんですよ。はいはいはい、で、敷地から歩いて行ける場所なんで、はい、行ったり来たりフラ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 しながら、はい、英国の連中、どうなったどうなったどうなったって言って、で、最後、5時になって、羽田さんが滑り込んで、はい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 。で、ピピーで、はい、終わったか。そうですね、はい、があの日だったんですよ。あれ、車の中ですか。車の中、僕、確かね、その選挙の申し出の場所の目の前に車止めて待機してたんですよ、はい、あ、本当、私はテクテクするってね、2億くらいしました。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ様子を見に行きながら。あ、そうですか。で、多田さんがほら来るっていう情報もあったりなんかで、今まで行けえなと思いながら、うろうろうろした。最初立憲民主党で立候補しますね。懐かしいな。ねえ、まあ、今回さすがに諦めちゃいましたね。やっぱり人が多いから出なかったってことですか。そうでしょ、無理だと思いますもん。まあ無理ですね、うん、はい、じゃあやつはあれですかね、まず別のところで出るんですかね。わからない。まあ、ほら噂によるとお金持ってるって話もあったりして。さあ、溜め込んでるでしょ、うん、あの性格上、うん、だから別に出なくて済むんだったら出ない方がいいでしょ。いや、私もほら議員やりましたけど、決して楽じゃないですよ、一生懸命だったら。あいつの性格はそういうの全然気にしないですよ。そうですか。真面目やったら大変ですよ、あれも。おそらく、無投票とか落選しても一人とか、そういうところの選挙をこう探して、はい、多分引っ越ししてます。ただ今はね、ほら賛成と維新と、はい、あっちこっち入ってくるから、はい、厳しいとか、ね、彼の賛成党の代表ですよ、彼。あなたなんですか、賛成党。尊政党の政治団体を作ってるやつ。あいつ頭おかしい。絶対ですね。そこを、はい、そういった田中やったことを立花が模倣してるんですよ。はいはい、ね、なるほどね。自国民を守るととか。はい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 。そういう話ね。ありましたありましたね。気持ち悪いやつね。はい。ふざけんなか。まあまあ、でもね、ほら、古谷さんそれで当選して、はい、で、私もちょっと X で質問投げたら、なんか、関係ない人に答えられませんって怒られちゃいましたけど。それいつの話ですか。つい最近ですよ。あらま、古谷さんから動画流すんで、私もほらちょっとやっぱ向こうの事情わかるので、はい、うん、まあ、いろんなもの投げてくるわけですよ。で、いや、お前そんなに全部が全部無理やろ、予算どうするんですかって言ったら、関係ない人に答えられませんって。あ、それあれですか、統廃合。そう、学校とか学校の学校、あ、うん、学校もあれ、ちょっと私もそんなに突っ込めるわけじゃないんですけど、はい、だから、まあ、そうだな、人数でもやっぱりそういうことあったんですよ。統廃合じゃないけど学校建て直しとか、はい、で地元の人はね、やっぱりね、残してくれって言うに決まってるんですよ。もちろんそうですね、うん、で、
市としてはやっぱり予算の問題があるから、ね、四季市なんてそんなに人口多いわけじゃないんで、うん、やっぱり、ね、それなりの問題ありますよ、うん、それを反対しますと、うん、反対してどうするのみたいな、うん、お前何を持って反対するんだと、うん、そういうのとか、例えば国交税のなんか増税に反対だと、いや反対していいけど、はい、独自 財政取れんのとか、そうですね、はい、あとそうだな、18歳以上の18歳以下未満か、はい、18歳までかの医療費無償化だと、はい、あれ埼玉県が金払うようになったからだっただけで、お前のおかげちゃうやろとか、まあそれあるあるっすよ、あるもそんなの、自分の手柄みたいな、そうだから、あのね、与儀さんは結構いいこと言ってて、そうね、はだからこいつら手柄をなんか、自分の手柄みたいに言ってて、実は全然手柄じゃない、多々あると、うん、こいつら本当に仕事をしなくて、何でもかんでも自分のおかげだって言って、お前が言うな、バカ野郎って言って、それね、正しいんですけど、あの人ね、相当鼻つまみもので、いや、そうでしょう。うん